我々はこのような問題についてもっと厳密に考えていて問題を一つ一つ確かめながらその上で我々の進むべき判断というものをなるべく正確にしていきたいと考えました。それがまず前提としているこの資源環境についての基礎情報を整理し分析し直すということですね。そこでこでの我々の研究報告を ご覧いただく皆様にはまず第一にこの前提となる情報について皆様も一つ一つご確認いただきたいということがあります例えば石油の供給は本当に減少するのか論者によっては石油はまだまだ開発可能であるという主張も少なくありませんではどちらが正しいのか 石油はこれからはどんどん少なくなっていくのかいやまだまだたくさんあるのかあるいは石油に代わる燃料エネルギー源というものが見つかる可能性が豊富にあるのかあるいはそれは実際には難しいのかそういったことについて我々は手に入る限りの情報というものを集め総合的に分析してきましたその内容をこのような形で公開しています。これについて 皆さんもご確認いいたただきたいその上でご自分の判断をお持ちいただきたいとこれがこの研究報告の姿勢です。この報告書の中ではこの半分ほどを占めているのがこの基礎情報の整理にあたります。我々はさまざまなエネルギー状況さまざまな資源状況 情報について分析しましたが、まあ、その一つの結論としては、まあ、あまり一つのことに一元的に考えるのは難しいかと思いますけれどもこの石油の枯渇というのが全体の中では最も中心的に考えることであるというふうに見いましたので報告の中ではこの石油の問題すなわちピークオイルと呼ばれている問題を中心にこの研究報告では整理しておりますしかし 中の資料につきましてはそれ以外の問題についても触れておりますのでぜひご覧ください。それではこの中心になっているこのピークオイル問題というものについて構造をご説明いたします。ピークオイルというのはあの何を指しているかといいますと石油増産が限界を迎えて生産減少が 結果的にに不足状態になるそののピークのことを意味していますこれまでの歴史を見ますと、まあ、石油を我々が社会の中で多く使い出したのは産業革命以降のことですね。産業革命っていうのは基本的にはエネルギー革命ですそれまで我々はものを生産するときに人力および動物の力ですねこういったものを市に使ってきました。 いわば身体的スケールでものづくりを行ってきたわけですけれども内燃機関というものが発明されてすなわちエンジンですけれどもこれによって無限に動き続ける動力機関というものを手に入れました、まあ、人間がいなくても自動的に動いていくものですねこれが我々の社会の成長の基盤となったわけです。そののための 使いやすい燃料となったものが石油なんですねもちろん石炭も使われますし天然ガスも使われるわけですその石油について言いますとこの石油の生産量は我々の社会の発展とともにこの供給量というものは増えてまいりましたこれはほぼ右肩上がり一方方向的に成長してきましたピークオイルというのはこの供給自体が 需要に対して下回る事態なんですね。つまり石油の生産っていうのはまあ基本的には地球の地下にあるものを組み出してくることなんですけれども、まあ組み出しすぎて使う以上に組み出しても仕方がありませんから、使われるつまり市場の要求に合わせて需要に応じて組み出していたわけですね。これは石油生産量です。まあ需要が増えてきたから生産量もずっと増えてきたということですね。 でこの需要に応ずることができなくなると需要に対して生産が下回るというのがこの p コイルという事態です。このの事態態を訪れれまますす。と、それ以降は的にに石油不足の状態になります社会にとって必要なもの経済活動にとって必要なものが不足するということは経済上は何を導くかと言いますと価格の高騰を導きますね。 そしてまたこれが社会経済活動において不可欠なものであるということになりますとその確保をめぐっての競争あるいは場合によっては紛争というものが予想されます。またこのように希少なものというものはみんなでその希少なものを公平に分け合えるかといいますと市場のメカニズムはそれを公平に分け合おうとその公平さというものが 経済の法則における公平さですからそれは人々に均等割りにされるということではなくて豊かな人たちのところにそれに応じて多く配分されるという事態を招きます。貴重なものですと、一方的ににそちら側だけに集まるという事態も起こります。そうすると現在論議されている社会的な格差の問題が国際的にもまた一つの社会の中でも拡大するという事態が予想されますね。 これがピークオイルという問題ですではこのいつ頃それが訪れるかということなんですけれどもこれは IEA 国際エネルギー機関という特に社会学者や経済学者を中心とした世界研究機関が行っている毎年研究成果を報告していますがそれの2010年版の石油供給のこれまでと今後の予測図です。 これはいくつかの石油供給源についてカテゴリー分けしてそれを積み上げ型のグラフにしたものですですからこの一番上の線のところ黄色の上のところが全体の石油供給量総量となりますその色分けの内容についてちょっと説明しましょう一番ベースになっておりますのがこれが在来型石油と言われているものです これは我々が最も,も普通に石油と呼んでいるものです油田から産出される石油ですねこれがこの2010年の手前からピークはおよそ2006年と i e a は報告していますが2006年をピークとしてすでに下降に向かっていますこれは 現実に稼働している世界中の油田の状況を調べた上での報告ですから、かなりあの確率が角度が高いものと考えられます。つまり既存の油田はすでにピークを迎えています。減少に向かっています。しかし、あのじゃあ少なくなるんだから新しい油田を開発すればいいじゃないかということがありますね。すでに見つかっている油田があります。 それについて、これから開発を行えばどうなるのかというのが、このグレーの積み上げです。これでもまだ将来的には足りません。しかし、地球上にはもっと多くの油田が眠っているはずですね。まだ調査されていないところがあるはずです。それについて、今後期待し、またそれを想定した上で、それを積み上げるとどうなるかというのが、この未開発油田分の、 上積みですそうすると大体いい現状と同じものが維持していけるという予測ですねこういうふういいふなものを、IE、は出していますただもう一度これを見直しますとまだ見つかっていないものに期待するあるいは現状見つかっているけれどもまだ開発していないものをここに算定するという。 ことになっていますすでに見つかっているのにそしてすでにピークというものが2006年にあったんだとではそうするとなぜ未開発のままにししているんでしょうかこの理由はですねすでに発見されているこの未開発遺伝というものが例えば極地にあるとか深海にあるなど開発に対して非常に技術的な困難あるいは開発のコストが 非常に高く作っとこれ現実の理由があるから、そこで未開発のままにされているんですね。これから減少すれば、このこれに手をつけざるを得ないということです。つまりどういうことかと言いますと、減少しますので不足事態が起こる、価格が高騰する。そうすると難しいところ、高コストのところでも開発する意味が出てくるので開発しようということです。ということは、これは、 結果的に何かといいますと高いいものにつくととうことですねそして近年のメキシコ版の原油流出事故に見られますようにこの開発の難しさというのは事故の危険というものも高くなることが予測されます。局地での油田開発というものは現在プレェクトは進行中ですが新たな問題を生むかもしれません。いずれにしよう 高くつくつんですね石油研究者はすでに安い原油の時代は終わったといいいう言い方をしていますただ私たちは石油相当品というものもあればこの石油変わる燃料ですねそれがあればそれでも構わないのでそれがこの上に上積みされている天然ガスを液化する、まあ、石油のように使うというものですね天然ガスの液化 天然ガス液と言われているものですね実は天然ガスについては、えー、石油よりも、えー、まだ埋蔵量が豊富だというふうに言われていますそこで、えー、この、えー、i e、A、の予測では、えー、今後もコンスタントに供給を、えー、期待できるというふうに見られています震災後、えー、我々の社会を襲ったこの電力不足についても、えー、天然ガスを中心とした火力発電所の増さ増設というものが 進められているようにこの天然ガスに対する期待は非常に大きいんですねしかしこれもこの不足を完全に補うほどではありませんまたさまざまなところで議論されているようにこの石油を油田以外のところから取り出そうという技術的な試みも始まっていますオイルサンドとか、えー、まあオイルシェールと言われているようなものですね この砂とか石の中に入っている石油というものを水蒸気圧などを使って取り出そうという試みですね。これは資源としてはまだまだだだ豊富だと言われていますただこれも先ほどの未開発未発見油田と同じ問題を抱えています。何かと言いますと高くつくつというこ,とです、ね、これまでもあるのにの分かっていたのに使ってこられなかったのは。 とてもじゃないが高すぎて使う意味がないというものだったんですね。ここれに手をつけると,いうことですねまたその深海電極中電と同じようにこれれは環境に対すする悪影響といいうものが想定されています温室効果ガスの排出を削減するんだということとこの非在来型石油を開発するということは相反する問題になっています。 いわばそういう温室効果ガス削減ということを達成しながらこの非在来型石油を利用するためには一層の高コストが想定されるという事態ですねこのようにして全体を見ますとすでに我々は従来の意味での石油の利用ということを考えますとピークオイルをすでに迎えているという事態ではないかと考えられます しかし現実実にままだそれを実感しておりませんで。これが社会の中で顕在化してくるのはつまりじりじりと石油の価格が上がっていくというのではなくて明らかに従来とは違う事態に陥ったと我々が感じるようになるのはいつ頃かということですが多くのこの p c o イル研究者の予測というものを総括しますとおよそ 2014年から15年頃がその起点ではないかというふうに考えられますその時点からそんなに遠くない未来ですがこのピークオイル自体は社会にとっての現実となると予測されているんですね一方で金属資源についてはどうでしょうかこのグラフは 独立行政法人物質材料研究機構が発表したものですけれどもこれは現在我々の工業社会の中で使われているさまざまな金属についてそれの利用可能とされている埋蔵量それと需要との関係というものを相対的なグラフにしたものです。どういうことかといいますと。 まあ、金属の使用量は鉄などそういうベースメタルと呼ばれているものの我々必要としている量と例えばレアメタルとでは必要とする量の絶対量が大きく違いますね。ですからそれを一つのグラフにまとめるのはちょっと難しいのでこれはそれを相対的な量に置き換えたものです。つまりどういうことかといいますと原油埋蔵量を1とししまたつまりそれぞれの金属について。 それに対してこれから予測される需要はその原油埋蔵量に対してどの程度のものが想定されるか、それを二千五年から二千五十年の累積需要をこの原油埋蔵量一としたものに対して置いてみるというものですね。この累積需要とされているものがこの黄色です、黄色棒グラフです。そうしますとざっと見てお分かりのように。 ほとんどの金属について累積需要予測が原油埋蔵量をはるかに凌駕していますつまり早々に金属問題については現在採掘可能なものについては枯渇するということが予測されるということですね。 すでに豊富にあるとされていた鉄や銅についても、その枯渇についての危険あるいは不安というものが現実になり出しています。これは例えば近年の銅鉱山におけるあの落盤事故といいましたね。あれもに象徴されるんですけれども、あの鉱山というものは地中深く あの掘り進めているものですけれども、えー、まあかなり深いところまで掘りましたからでまたその地盤の状況から考えてかなり危険だとということでで一旦、えー、放棄されたた鉱山でしたそれが近年の、えー、銅の供給不足に応じて銅の国際価格が上昇しましたものですからその一旦放棄された銅鉱山をもう一度復活させて、えー、まあ営業を行いした直したんですね。 その結果起きた事故でしたので、で、まあ、社会的批判も大きかったわけです。事故の顛末はともかくといたしましてその,そのような事態になりました状況というものは豊富と言われていた銅にしてもすでに不足が現実の問題になっているということですね。それがほとんどの金属について予測されていると予想されているというのが この報告のの内容ですこのようなエネルギーおよび金属資源の減少供給減少および枯渇ということからどのようなことが予測されるでしょうか社会の全体の行方というものについて経済社会面から予測したものが次のようなページにまとめられています。